地と大気は冷えてゆく。そしてもう晴れることはなくなる。先生も彼の人類滅亡の予言を信じていますか？僕は科学者だからね。でも科学が示すデータが予言がトップ方向に転がり込んでるってことは、これは否定できないな。1999年の長野月、空から恐怖の大音が降ってくるというのは。その人間の生存自体が壊滅の急坂を今加速度をつけて転がり落ちているんです。美しい乙女の輝き、それはもう輝くことはない。どんな時代にも女は新しい命を産んで、それを立派に育て上げていくのが務めだと思います。この燃え盛る文明の豪華の中に、日本は、そして世界は本当に滅び去っていかなければならないのか。